こんにちは、アルです。さあ今日はこちらの依頼について調べていきましょう。じゃじゃん、サキさん、ありがとうございます。アルさん、小ネタです。イカッチャの中のトイレで清掃員クラゲがサボっています。調査お願いします。クラゲって働き者よね。サボるのか。ちょっとこれは貴重な映像になりそうだな。ちょっと行ってみようか。イカッチャとかね、オッケー。イカッチャにトイレってあるんだな。どこだろう。あ、ここか。え、これでも働きような気がするけど、サボってんの？あはははは。本当じゃ。待って待って。めちゃくちゃサボってない？このプレートやっとるくせに、あいつ音楽聴いてっぞ。すげえ。あれ、イカッチャの住民はみんな音楽聴いてんの？あ、でもこっちはヘッドセットだけ、まあ、どっかとやりとりはしょんじゃろうな。はい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 。ちゃんと、この受付にいるクラゲくんたちは、ヘッドセットですね。左側に、マイクがついてる。で、あっちの子はというと、見えるのか？微妙数だけど、いや、待てよ。なんかマイク、いや、なんだなんだ。何を持ってるんだ？ここ、ズームできんのか。これはサボってる認定しよう。あの子サボってます。音楽聴いてます。あなたたちは、ちゃんと本部とやりとりをしております。オッケー、そういうことにしとこう。よし、ちょっと他のクラゲちゃんたちも見に行ってみようか。この市場で働いてるクラゲちゃんとか見てみようか。ほら、あそこにお店があるでしょ。で、あそこで、あれは買い物してんのかな。いや、商品並べとるもんね。何あれ、何あれ、週刊ガチバイト。あれ、あれよね。お便り投稿のやつよね。すげえ。ほらほらほら、お店の中でね、クラゲちゃんしか働いてないんですよね。ちょっと他のとこ見てみようか。ね、ほらほらほら、ああいうところでね、作業してるのクラゲちゃんなんですよね。落ちそうになってると。ね、これね、風向きから考えておかしいっていうコメントもあったんですよ。ね、よく見たら風ってほら、向こうからこっちに吹いておるのに、あのクラゲちゃんね、逆に飛び出したんよね。謎ですね。そういえば、座頭の中にも、2ではおったけど、あ、おったおったおった。冷凍庫の中にね、いるんですよ。店員さんクラゲが。ほら、帽子かぶってるでしょ、店員さんクラゲ。あ、ロブのところのマークが貼ってあるぞ。ロブもしかして冷凍食品出したんじゃないの？このマーク、このマーク。そうなんじゃ。ちょっとまだこの辺細かく見てないもんね。OK、まあその辺はまた別の依頼が来た時にちょっと調査してみましょう。OK、次行ってみよう。じゃじゃん、ラガーさん、ありがとうございます。アルさん、こんにちは。早速ですが、小ネタです。カメラでドローンあるじゃないですか。そのドローンが武吉のデザインです。検証お願いします。長文失礼しました。なるほど。この撮影モードで、タイマーにして、こういう風にね、ヒュン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 、こう近づけることができるんですよね。ここで、撮影ってやると、あ、ほんとじゃ。こう、武吉結構自己顕示欲強いもんな。何やってんだ。あらららら。ちょっと詳しく見てみよう。うわ。なんだ、武吉くんじゃん。めっちゃズームで見れる。透けんのんじゃね、ドローンは。いいこと気づいたわ。ってことは、こう、内部見れるわ、やっぱり。こっちからも見れる。あ、後ろも見れる。すごいすごい。え、これは限界の上。どこだ、あ、あったあったあった、ドローン。すごい。あ、この人だな。週刊ガチバイト、行かずしとこう。めっちゃすげえ。何そのフォント、欲しい。そのフォント欲しいな。ちょうだい。はい、続いてサーモンランの試し打ち場に関する小ネタです。じゃじゃん。大好きマイゼンさん、ありがとうございます。アルさん、小ネタかわからないんですけど、サーモンランの試し打ちのところでシールを貼っている鮭がいるので探してみてください。もうやっていたらすいません。と、じゃじゃーんと。コッシーさん、ありがとうございます。付箋に貼ってある大物鮭のシールがその風船の体力になってますよ。ということなので、なんかね、風船にシールが貼ってあるみたいだよね。どういうこと？あ、ある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 。で、
この大物鮭のシールが、この風船の体力がこの大物鮭と一緒ってことか。UFO みたいなやつと、何これ、ヘビか。鍋豚、ヘビ、パラリラ。なんだっけ、あれ、この鉄板か。結構強いんじゃない ?500 ぐらい ?500 ぐらいか。他は無印。あるある。誰だ?なんか貼ってあるぞ。爆弾ちょっと弱いんじゃ、300ぐらいか。こっちは?なんだよ。400、300、500。鉄板と鍋蓋と蛇はちょっと強いんじゃね?君は?貼ってないんかーい。で、爆弾は300。なるほどね。それぞれで違うんじゃ。あ、君は?貼ってなさそうだね。オッケー。こんな、あれがあったんだね。オッケー。いくらを取ったら即終了。痛風辛いをやっていきましょう。これヒーローモードでやりますので、ネタバレ注意でございます。行ってみよう。危険、危機。地元住民も恐怖する謎の巨大危険生物は巨大では書いてない。はい、痛風辛いよとはですね、ヒーローモードをいくらを取らずにクリアするというモードでございます。例えばこういうオレンジの箱を壊してしまってもいくら来ますよね。敵を倒してしまってもいくら来ますよね。そうするとスタートからやり直しでございます。で、今回からね、やり直してもね、取ったいくらの数が減らないんですよね。まあなんでそうですね。まあ、そのままやっていきましょう。オッケー。なんだっけ?ここのステージなんだっけ?特に何もないのか?なんか全然余裕じゃん。なんもねえわ。敵を避けていくだけ。迂闊に飛び込むのは危険じゃ。しかし。これは全員倒さにいけんのかな?いけんっぽいね。倒さにいけんところはもうしょうがないんで。ほら。はい、しょうがないいくらとしていきましょう。倒さんに喧嘩ったよね。よし。あれはしょうがないいくらです。で、嫌な気配じゃ、気をつけるんだぞ。オッケー。待ってよ。ここは何をするんだ?ここも全員倒さんに行けんのかね?危ない。倒してみるか、全員。うわー、危ねえ。木箱の後ろに隠れるだなんて、頭がいいな。よし。木箱壊さずに、敵を壊していく。そういう面ですね。まだどこかにいそうだな。やっぱりね。いた。オッケー。よし。なんだ、上か。いやー何よ。ヒギ、イカ登り&塗り。よし。イカ登り。これいけたか。これも倒さない。いや、ゴールがある。これはいけるぞ。こういうところを、幾度となく超えてきた。僕は、スプラトゥーン2で。ああ、全然余裕だったな、ここ。ステージも短いしね。ラッキー。さあ、OK。で、これでクレーターのところがクリアですね。あそこなんだっけ。あそこやったら、ボスになるのか。よし、じゃあ、オルタナ行こう。あとはね、この、オルタナになると、いろんな装備になるけね、どうかなとは思うんですが、ちょっと、できるだけね、いくらを取らずにやっていこうと思います。ちなみに、1の1やってみるか。いけるかどうか。痛風ができるかどうかですね。オルタナという楽園へようこそ。いろいろ使ってゴールしましょう。行ってみましょう。いやまあ、簡単か。初期装備縛りするかな。やることがねえな。危ない。ジャンプダメだ。よし、怒りフライも通ったらダメですよ、と。
鍵。ああ、なるほど、なるほど。ポーン。これを、こうして、こういうね、オクトみたいな、お題クリア型が多いけね。今回のヒーローモードがね。あそこに鍵がある。で、あそこに鍵、よし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 。オレンジ木箱は壊さなくても、危ねえ。危ねえ。いけるのは分かったけど、イカフライがあったな。これも壊したら多分、イクラが出るけ。待てよ、このボビンやったらダメよね。ボビンやったら多分、イクラが出るな。箱を壊すな。で、なるほど。よし、これを、よし、オッケー。取らずに行くよ。そしてあそこの敵が、よし、敵がいるとね。ウルトラショットか。ウルトラショットで敵をやらずに、よし、行こう。そして鍵ゲット。オッケー。で、あと一つはあっちか。あれ、どうやって行くんだ。あ、あの、でんでん太鼓か。インクリーナーだ。よよよよよよよ。この子はインクリーナーやね。見つけたインクをとにかく吸い取るよ。よし、吸い取ってる。あ、吸い取ってる、吸い取ってる。すげえ、ここ永久期間じゃん。ずっと生きれるよ、あなた。よかったね。これは？これが出てきて、なんか新鮮な気持ちでヒーローモードやってるな、俺。発売日にやったはずなんだけど。よーし、オッケー。これで3つ取りましたよ。鍵全部取ったら、ここですね。シャキーン、シャキーン、シャキキキーン。いけそうですね。うぅ、待て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 、ちょ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 。くっそ、あれ多分全部取らんのは無理じゃけど、何個かに抑えれるはずよね。くっそ、ジャポーン。よし、ここ2個避けたら成功にしよう。とりあえず最初避ける。で、ほらね、あのね、着地した後ジャンプができんくなるけね。2個残ってる、これはセーフです。オーケー、記録更新だって。お稽古しありがとうございました。こんな感じでこのチャンネルではですね、皆様のコメントをもとに動画を作っております。そしてなんかね、もう最近すごいことになっておりまして、ユニークユーザー数っていうところを見れるんですが、その僕のチャンネルはね、見てる人の人数、登録してる人の人数ではなくて見てる人の人数なんですが、なんと240万人の方が見ていただいております。なので全員が登録してくれれば240万人登録者ということになりますが、さすがにね、そこはあれなんで、まあ大体ね 10% いかないぐらいの推移でなってるんで、ぜひこの中にもチャンネル登録まだだよ、できてないよっていう方がいらっしゃると思うんですが、ぜひ清木チャンネル登録をよろしくお願いします。一緒に100万人を目指しましょう。お願いします。じゃあねー、バイバーイ。